動画撮るのに何の動画撮ろうかなって YouTube 探してたら、うん、やっぱり手打ちを直すみたいな。ああ、やっぱ多いから、うん、手打ちに悩んでる人多いんだなと思って。多いんじゃない？そうね、多い多い。だから平井くんもやっぱ手打ちに悩んだことがあってそれを克服してきてんだろうなと思うから、その話聞こうと思って。あ、そういう振り？そういう振り聞かないと。それはやっぱ手打ちに悩んできたんでしょう、かつて。ね、手打ちにスランプはないから。手打ちに悩んだことがない。ないよ。そう、手打ちをやってて手打ちやんなきゃよかったって思ったこと一球もない。あれ、年間プロは何万球ぐらいですか？7、8万。それをじゃあ10年、20年ぐらい続けてきたのに、うん、一球もない。ないないない、手打ちやんなきゃよかったって本気で思ったことない。平井博明のワンナップゴルフ。でもさ、うん、世の中の人はさ、その手打ち気にしてるってことは誰かに言われたの？言われる、そう、言われるだろうし、そういう動画が多いから自分でも気にしちゃってんだと思う。あの、良くないっていう。うん。よく言われたことないの？手打ちだよって。言われたことない。いや、ちっちゃい頃はあんじゃない？でもちっちゃい頃の方が人の話聞かなかったから。そうだ、そう。そう、トルグも知ってると思うけど、知ってた。うん、そう、学生の時の方が人の話聞かなかったから、え、何言ってんのって思ってた。いい球出てればいいじゃんって。全くその時、例えば今は球筋からだよとか言ってるじゃない。でもその学生の時なんてそんなの知らないから、いや、いい球打ってんだからいいじゃんっていう単純な考えだった。そうなの。ちゃちゃ入れられることもあったのか。ある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 。練習場行って、例えば母親がね、送り迎えしてくれて、要は俺が練習してる間買い物してるわけよ、うん、食料品買ったり、うん、でその間一人で練習してんじゃん、うん、もう一人で学生いたらすぐだから。あ、やっぱり声かけられるんだ。うん、もうセンター街と一緒。そう、なんでこんなにいろいろ言いたがる人がいるのかなと思ってたの。関係ねえと思ってたの。そう、え、何ヤード飛ぶの、何番打ってみて。いや、今これ打ってますから。いや、練習の邪魔しないでと思ってた。まあでもジュニアは多分意外と多いかもしれないね。そうやって言われちゃう、うん、最近は練習場自体も結構しっかりして、親御さんなんかも後ろにいるから話しかけられないね。けど一人でいるとね、結構あったかもしれない。そう、だから手打ちをやってて一回もやんなきゃよかったと思ったことはないのと、何か自分で体の動きだったり手打ち以外のことをやって失敗した時にやっぱやんなきゃよかったって思ったことは何回もある。なんだ、うん、何回もだから言ったろって自分で自分に言ってた。それはもうはっきり分かる。あ、やんなきゃよかった、必要ねえのにやったなお前って。あと自分で思うんだ。自分で思う。でそれをたどってって、じゃあ何のためにやった、本当にそれが必要だった、うん、手打ちじゃできなかったのその球はって思った時にやっぱクエスチョン出るよね。できたでしょって、うん、自分のそんな自信がある手打ちがあるんだったら、うん、それでやればよかったじゃんって、あとあと後悔することが多かったから、もうよりやんなくなったよね。やっぱ試合でそういう失敗したこともある。ある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 。もう嫌なほどある。あ、そうなの。そんなに手打ちを極めててもやっぱ体使おうっていう判断をしちゃうことがあった。そういうね、ボールをね必要とする場面になった時にやっぱり相当頭の中で戦う。あ、どっちにする。そう、あ、そうなんだ。そうで、練習で打ったのが決まってたらそのイメージが強いからやるんだけど、うん、不安がちょっとでも入ってやるとやっぱうまくいかないんでね。もう自分でやりきるっていう気持ちでいけば決まるのよ、うん、アドレナリンが出てたり調子が良かったりすると決まるんだけど、やんなきゃいけないけど本当にやっていいのかなとかってちょっとでも思ったらもうダメ。そしたらやんない方がいい。でも手打ちじゃその時に思い描いたその球は打てないんだ。いや、打てんだよ。打てんだけど、よりいいものを、要は 100点じゃ満足しなくなる時があるんだよね。120点じゃないと。なるほどね。そうで、120点を出したい時にその動きを入れなきゃいけなかったんだよねって自分で思っちゃう。でも100点は100点で良かったじゃんって後々思うんだよね。失敗した時に120求めて40点になる時があるから。あ、でも120出る時もあるんでしょ。ある。そうだ、それを知ってるから。あ、そっか。そう、試合だと自分の100以上を狙っていかないといけない時も出てくる、ね、出てくる。やっぱりその順位によるけど、うんうんうん、まあ例えば20位以下でそんなことやってたらただの自己満だけど、例えば上に行ってってね、もしかしたらっていう、例えばトップ5トップ3に入れるかもしれないっていうんだったらやっぱ移行するから、
その時にやるんだよね。そういう戦いなんですよ。そうレベルで、まあ、本当失礼な言い方だけど、そういうそこはやっぱギャンブルだよね。120を取りいくか、もう100を取りいくかっていう、うん、それはねある。ずっと100点だったら手打ちでいいから本当に手打ち手打ちって、クラブと腕が同じスピードで動いてたら手打ちの何が悪いのっていうぐらいいいショットが出るわけよ。でもみんなクラブと腕が違うスピードで動いてるから、だからそれができてないのに手打ちダメって言わないでって思っちゃう。こうやるからね、こっちこうやって動いてるのにクラブこうやって動いたらさ、こっちとこっちに動いたらそれ当たるわけがないじゃない。ああ同じ方向にこうやって動いて手打ちで何が悪いのって感じだから。でもそれはあのなんていうの、腕とクラブか、うん、同じスピードで動いてたら手打ちに見えないんじゃない。ああそれはあるかもね。まあまあ体が回ってるように見えるじゃない。うんうんうん、見えるね。だからそこは手打ちの理解をしてない。そうだね。そうだからいつもこの話になっちゃうけど、手打ちって言葉の定義の話になってるから。そうそうそうだね。この前も出したよ、手首打ち。手首、うん、手首打ち、うん、あれを多分イメージしてるから。ああそうだね、そうだね。それは手首で打つと何が悪いかっていうと、手首で潰すんだったらいいのよ、こうやって。ああそうなんだ。そう、何が悪いって手首関係なくしゃくるから、こうやって。あそう、でもインパクトゼロやってるから今のでも当たるんだけどね。あれ簡単にねやる人いないんだもん。そう、例えばさ、だいたい手首打ちとか手打ちが悪いって言ってる人って近いのね。そう、こうやって近いの。そう、近くてこうやってやるのよ。こうしない。そう、こうやってやってこうやって打つから。おじさんの打ち方そうよそうよ言っとくけど、ボールから遠い人で手打ちダメっていう人いないから。あそうなん、手打ちでなきゃ打てないから。あそうか。そうだから、ある程度距離がボールでの距離が保てててこれで手打ちするよいい球出るから。こういうことが分かってないと手打ちダメって言っちゃダメ。いや、手打ちをやってる人がいるんだから。そうだね。そう。あ、そっかそっか。なんか全部が悪みたいな。そう。そう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 。教える方もそうよ。うまくいってたらいいの。そうだね。そう。そうだから近く立ってこうやって触れなくてこうやってやるから本当に手首打ちになっちゃって距離が出せないっていうから、じゃあダメだねっていう判断になってるだけだから。そう、距離が出せるんだったらどうぞ絶対やった方がいい。時間の原因があるのね。ある。そう、その手打ちがいけないんだって。そう、そう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 。あとは、それこそ本当クラブと腕が違うスピードで動くね。こうね。そう、クラブスピード出てないのに腕のスピードが上がってる。そう、こんなのはボディーターンでも全然あるから。あそう、手打ちだけじゃない。そう、こういうことが同じスピードで動いてたら球は飛んでいくからね。そう、そのために何をやるかっていうのは、右手首が耐えられてるかどうかです。そう、それは別に左手でもいい、うん、腕のこの三角形のセンターにこう耐えられてるかどうか。そう、それができてたら、要は肩の回転のスピードってさ、そんな速く動けないじゃない。だから肩のゆっくりなスピードに対して、要はこの T 字をね、肩とクラブの T 字、これをキープしながらこうやって打ってあげたら、ボールっていうのはそこそこ飛んでくの。ああいうのがね、やっぱできてた方がいい。あとね、やっぱりね、右肘がね、やばいんだわ最近。この間レッスン来た方が右肘ぶっ壊れてました。レッスンに来て、右肘が痛くならない打ち方を教えてくださいって。医者ではないですけど、でも知ってるんでやりますよと言って、右肘をね、その方、じゃあどうやって使ってますかって言ったら、こうやって使う。ワンラップゴルフでは全面的にこれはやらないでくださいって言ってるじゃない。そう、トップ作ったら右肘を支点にしてゆっくり前に倒す。トップ作って、みーちゃんけいちゃんがやってれば 手のひらは前向きますんで、こっから肘を落とさないで肘を支点にしてこうやって前に倒す。その動作を
体の回転で入れるの。トップ作ってこっから前に倒す。こうやってこう、こう、こう。したら右脇締めてらんないの。そうで、なんで痛くないかっていうと、締めて伸ばすじゃない。要は野球肘と一緒よ。ゴルフ肘ってあるんだけど、それはもうこうやってやって、こうやってやるから痛むんだよね。ねじるし、ねじって力入れるから、そう、これ何にもしないんだよね。このままこうやって倒すだけだから。そう、そのまんまこうやって上げてこう倒すだけだから、こうやって。したらクラブヘッドもボールに向かうし、体回転してればドンってなんないし、そうで締めないからクラブが振り遅れづらい。そう、この動きをねやってもらったら全然痛くないっつってた言ってた。こんなに打って、俺土曜日のレッスンって相当球打ってもらうのね。多分300ぐらい打ってもらうんだけど、300って相当数なんだけど、もう100いくかいかないかで痛くなるんだっていつも。でも300球打っても全然おかわりできるぐらい。あとね、左膝やりましたっていう人いた。最近本当体を壊す方が多くて、俺ゴルフ30年間やってて病院行ったこと一回もないの。体を壊したことがないの。何も入れてないからこれ強みじゃない。そうだね。そう、故障がないの。うん、どこが痛いとかないんだよね。トミー・ジョンしなくてよかったそう、マエケン先輩やんなくてよかった。だからどこが痛いとかそういうのがなかった。だから手打ちしててよかったなってそこでも思う。そうだね。うん、だからあんまり負担をかけて、普通のノーマルショットから相当な利益をもたらすボールが打てるんだったらやっていいけども、10ヤードしか変わんないんだったら俺は絶対やんない10ヤードで体壊れるんだったらやらない。体は大事だから負担をかけることはね、しない方がいいよね。それでもかけなくても十分いいショットは出るから、動きを複雑にしないことと、本当にクラブがメインで動いてるかどうかを毎回言うんだけど、でもそれを本当に再度確認していただいた方がいいよね。だから平井は手打ちで悩んだことがありません。いや、よくね、手打ちに悩んでる方っていうタイトルのものを見るのよ。例えば SNS とか YouTube とか、悩んでる人いるんだと思っちゃったもん。手打ちでね、悩んだことがなかったから、そこで初めて悩む人がいるんだと思ったぐらいだからそう、悩むところがないんだから、クラブ動かしてるだけなんだから。だってクラブ動かさなきゃボール飛んでいかないのに、クラブ動かさなかったらどうすんのって。そう、だから悩んだことがない。いや本当、まさかトール君にそんな質問されると思わなくて、ああなるほどね、やっぱ自分のノーマルはノーマルじゃない時もあるんだと思ったけど、そう、でもない、悩んだことは。なんでクラブを一生懸命動かしてくださいっていうことが言いたいです。はい、で今回はですね、手打ちに悩んだことありますかっていうトール君の質問から動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。